ヘ面メンズ・カンタベリー大聖堂は、イギリスのイングランド南東部ケント州のカンタベリーに、ある教会で、イングランド国教会の総本山。聖オーガスティン修道院、聖マーティン教会と共に、ユネスコの世界遺産に登録されている。7世紀に、ローマ教皇の指示によりカンタベリーのアウグスティヌスが、サクソン人の治めるケント王国に布教し、聖オーガスティン修道院を建設した。 その後のノルマン人の征服によりノルマン朝を起こしたウィリアム一世はアングロサクソン式の天礼や聖堂を嫌い新たにロマネスク様式の大聖堂の建設を命じたカンタベリー大聖堂はウィリアム一世の死後1130年に剣道式が行われ完成した1170年に聖教分離をめぐってヘンリー二世と対立したカンタベリー大司教 トマス・ベケットが殉教し、聖人に劣せられたことから、聖地として、多くの巡礼者が訪れる場所となった。礼拝堂の床に一本のろうそくが立てられていて、その下にベケットは埋葬されている。ジェフリー・チョーサーの、カンタベリー物語もカンタベリー巡礼者の物語で、ある。1174年、火事により、聖堂の内人が焼け落ち、フランス人建築家、 ギオーム・ド・サンスの設計によって、初期ック様式に再建された。ギオームは工事中に負傷式告したが、その後も工事は継続され、内陣の再建は12世紀に完了した。同時期にベケットと、後にエドワード・クロ大使の墓所となる、トリニティ・レ拝室が作られた。1379年から新郎と欲郎が、 垂直式ゴシック様式で改築され、1503年にベルハリータワーと呼ばれる大塔が建設された。大聖堂の寸法は、全長160メートル、幅47メートル、高さ72メートルである。カンタベリー大聖堂は、カンタベリーに残る他の二つの重要な、キリスト教建築物、すなわち聖オーガスティン修道院と聖マーティン教会とともに、 ユネスコの世界遺産に登録されている。カンタベリー大聖堂の登録面積は9.15ヘクタールである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。アンソニー・テイラー、世界の聖地バイブル、パワースポットスピリチュアルスポットのガイド決定版、ガイアブックス、山頂出版、279ページ、2011年。 ISBN 978から4から 882827801ABC ユネスコ世界遺産センター1996ピアニッシモ112123ヘンリー2世が放った四角らにベケットは殺されたその直前の様子を描いているステンドグラスが大聖堂に今も残っているまた校内にはベケットが殺害された場を殉職の場と呼び そこを県で指し示し公開している。ありがとうございます。